こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではインナーダウンというアイテムについて解説をしてみたいなと思っています。皆さんもですね、インナーダウンというのはすでにお持ちかなと思います。このアイテムって10年ぐらい前はそんなにですねメジャーなものではなくて、ここ数年で結構ですね街でも着てる方を見かけるようになったのかなというふうに思っています。僕自身もですね、最初インナーダウンを見た時にはなんかですね防弾チョッキみたいで、なんか全然しっくりこなかったんですよね。一番最初にこのインナーダウンというのを認識し始めたのは今から5年ぐらい前だったかなと思うんですが、その違和感みたいなものがなかなか拭いされなかったんですが、それでもですねやっぱり目だとか感覚って慣れるんですよね。しばらくそういったものを見てみると、あ、なんだか悪くないなというふうに感じるようになって、その翌年にはですね実際に僕自身もインナーダウンを購入したんですね。その時僕がインナーダウンを買うきっかけになったのが、今日ご紹介するですね体温のインナーダウンというものなんですね。皆さん体温というブランドは聞いたことありますでしょうか。このブランドというのはまだ最近できたもので、サイトを見ると2016年なのかな、そこからスタートしてるんですけども、その当時結構いろんな店を回っていると体温のインナーダウンを見ることが多かったんですね。これは何なのかなと思って実際に試着をしてみたところ、結構違和感がなくスッと馴染んだので、僕は2016年から体温のインナーダウンというものを愛用しています。その当時買ったのはインナーダウンのベスト型のもので、その他にはですねしっかりと腕まであるようなタイプだとか、あとは首元が丸首のものとか V ネック型のものだとか、結構ですねたくさんの種類を購入したんですね。それ以来ですね、僕にとってインナーダウンというのはもう間違いなくですね秋冬に欠かせないアイテムになりました。このインナーダウンというのはどのように使うのかというと、名前の通りですねインナーの一部として使うのが僕は最適なのかなと思っています。ダウンというとアウター的に羽織るものをイメージする方が多いかなと思うんですが、こういったインナーダウンというのは結構薄手なので、例えば今の僕のようにニットを着てインナーダウンを着て、その上にですねさらにロング丈のコートなんかを合わせることができるので、非常にですね重ね着の時に重宝するアイテムなのかなと思っています。最近では結構街で歩いている方の中にはインナーダウンをスーツウェアの中に入れている方もいらっしゃるんですね。これはですね結構賛否両論があって、僕個人としてはあんまり素敵に見えないかなというふうに思っています。あくまでこのアイテムというのはカジュアルで使ってあげた方がバランスがいいかなと思うので、今日はですねこのインナーダウンについて解説をしながら、どのような着こなしがいいのかというところまでしっかりとお伝えをしてみたいなと思っています。僕自身もですねこの体温のインナーダウンを結構気に入って着ているんですけども、その他にもですね様々なブランドがこのようなインナーダウンを展開しているわけですね。例えば身近なところで言うとユニクロだとか無印良品、このあたりもですねしっかりと似たようなインナーダウンを用意しているんですね。そちらも僕自身は何度か試着をしたことがあるんですが、正直ですね体温とユニクロと無印良品のこの3つを比べた時にデザイン的に一番優れているのは体温だったかなというふうに思っています。様々なセレクトショップで取り扱いがある通り、そういったプロの目から見てもですねある程度デザインが洗練されているというところが体温の一つの魅力かなというふうに思っています。本当に細かい部分ではあるんですが、着た時のですね襟元の形だとか全体の質感だとか、そういったところでやっぱり差がつくんですよね。で、結構体温のインナーダウンのいいところというのは価格もですね抑えめなんですよね。ユニクロにしても無印良品にしてもインナーダウンというとだいたい5000円前後で買うことができるんですね。これは腕があるタイプのことです。で、体温はいくらかというと5600円前後なんですね。正直1000円前後ぐらいの違いしかないので、そこは誤差の範疇かなというふうに思っています。それぐらいの違いであったらやっぱり自分が気に入ったものだとかしっくりくるもの、着ていてテンションが上がるものの方が僕は優先順位が高いかなと思って、僕は体温のですねインナーダウンというものを愛用しています。他にもですねインナーダウンを展開しているブランドってあって、モンベルだとか、あとはノースフェイスだとか、こういったアウトドア系のブランドも強かったりするんですけども、そうなるとあったかいんですよ。めちゃくちゃあったかいんですけども、値段がぐんと上がるんですね。ですので気軽に着るのであれば、僕はですね体温だとか無印良品だとかユニクロあたりの価格帯がいいのかなと思っています。この3つの中で一番暖かいと言われているのは無印良品のインナーダウンなんですね。この暖かさを測る一つの基準となるのがフィルパワーというものなんですが、ユニクロと体温のインナーダウンに関してはだいたい640から650フィルパワーあると言われていて、一方で無印良品は750フィルパワーあるんですね。これは結構差がつくかなというふうに思っています。ですので暖
かさというところを重視したいのであれば無印良品一択かなと思っていまして、あとは気軽に買えるというところではやっぱり近所にあるユニクロというところは強いかなと思います。そして僕のようにですねちょっとこだわりたいだとか気分を重視したい方はですね、体温が間違いなくですね3つの中ではバランスが取れているのかなというふうに思っています。でこのインナーダウンというものを僕はどのように使っているのかというと、もちろん外で着ることもあるんですが、寒がりの僕としては結構ですね室内で着ることが多いんですね。冬って結構室内でも寒いじゃないですか、まあ、暖房をガンガンにつけていればですね薄着でもいいかなと思うんですが、我が家はそんなにガンガンにですね暖房つけないので割と寒いんですよね。そうなるとですねインナーダウンみたいなものがあると室内着としてもめちゃくちゃ便利なんですよね。特に寒がりの方にはですねめちゃくちゃお勧めしたいなと思っています。11月の後半から12月末ぐらいまではベスト型のインナーダウンを着まして、1月からですね2月後半ぐらいまでは結構長袖のインナーダウンなんかをですね着ることが多いんですね。まあ、このように室内で着るというのもすごく便利ですし、まあ、それを着ながらその上にコートなんかを羽織ってしまえばワンマイルウェアとしても活躍してくれるので、結構ですねご近所界隈であればこのインナーダウンというのがめちゃくちゃ重宝するかなと思うので、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、この後ですね僕が実際にインナーダウンを着ながらこのような見せ方がいいですよという事例をお見せしたいなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、こちらが体温のインナーダウンになっているんですが、僕はですねサイズは通常の S を選んでいます。まあ、最近はビッグシルエットというものがトレンドになっていますが、インナーダウンに関してはあくまで内側に着ることが多いので、サイズ感に関しては割と体にしっかりと合っているものを選んだ方がバランスがいいのかなと思っています。ですので僕は通常の S を選んでいるんですけども、結構ですねタイトな仕上がりになっているので、まあ、実際に着ながらですねサイズというところは検討してみた方がいいかなというふうに思っています。僕はですね結構体温のインナーダウンっていくつか持ってるんですね。そして今年はですね新しく今着てるものを新調したわけですね。こちらはですねセレクショップのシップスと体温のコラボレーションモデルなんですが、通常の体温のインナーダウンと違って縫い目というものがないような形になっているんですね。まあ、シームレスな見た目になっているので、結構ダウンのこうボコボコっとした段差というものが割と目立ちにくいモデルになっているかなと思っています。まあ、通常の体温のインナーダウンに比べるとちょっと高くはあるんですけれども、これだったら1枚で着て外に出てもですねそこまで違和感はないかなというふうに感じています。ただですねこれ自体でめちゃくちゃおしゃれなスタイルかというとそんなことはなくてですね、割とこれは着こなしの中で脇役的な存在なのかなというふうに思っています。まあ、僕はどのように着ているのかというと、今のようにニットの上にインナーダウンを着たいだとか、あとはですねプルオーバータイプのパーカーを着て、そしてこのインナーダウンを着るという着こなしが結構普段は多いんですね。そうするとかなり室内ではあったかいですし、ちょっとした外出であればそれだけでもですね12月中旬ぐらいまではいけちゃうのかなというふうに感じています。まあ、カラーバリエーションの選択肢も結構たくさんあるんですが、僕はここに関してはもうブラック一択ですね。まあ、あまり色で遊ばずにシンプルにした方が大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。まあ、普段はですねこのように前を開けてカーディガン感覚で着ることが多いんですけども、外に出て寒い時にはまあボタンをこのように締めるようにしています。まあ、首元はですね丸首になっていて、こういったものもですねまだ見慣れない方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、最近はですねこういった襟がないようなアウターというのも結構出てきているので、まあ、僕自身は目が馴染んでるんですが、ようやく世間的にもですね少しずつこういったものが浸透し始めてきたのかなと思っています。まあ、この流れというのは今後も継続してより馴染んでいくかなと思うので、ぜひ皆さんもですね早い段階でこういったインナーダウンというものをトライしていただければなというふうに思っています。まあ、着こなしに関してはこれがメインというよりは、この上にですねコートを着るというのが一番使い勝手がいいかなと思うので、この後ですね僕が持っている私物のコートをこの上に羽織ってみたいなと思っています。はい、ということでインナーダウンの上にですね今度はコートを羽織っていました。まあ、上に着てるのはユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションのステンカラーコートっぽいようなアウターになります。まあ、このようにですねロング丈のアウターと結構インナーダウンというのは相性が良くて、
僕はですね、冬場にはこのような着こなしを結構楽しんでいます。一方で着丈の短いアウターとはそこまで相性が良くなかったりするので、インナーダウンをうまくですね取り入れる際には思い切って長い丈に振り切った方がですね着こなしとしてはバランスがいいのかなと思っています。今回は僕はステンカラーコートみたいなものを合わせていますが、他には定番のチェスターコートとかそういったコートとも相性がいいので、ぜひ皆さんも使っていただきたいなというふうに思っています。まあ、上に着てるのは結構正統派なコートなんですけど、内側にはちょっとスポーティーなダウンというところで着こなしの違和感みたいなものも多少あったりするんですが、まあ、そういったところも楽しみやすいのがインナーダウンの一つの強みなのかなというふうに思っています。で、僕はインナーダウンを着るときにボタンをきっちりと締めるよりはですね、上はしっかりと締めて下の方は少し開けるようにしてるんですね。そして下に着ているですね、このようなニットだとかパーカーみたいなものを少し見せてあげると、ちょっとですね着こなしのアクセントになりやすいかなと思うので、こういった点もよかったら参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では秋冬に欠かせないインナーダウンについて解説をさせていただきました。今はさまざまなブランドからこういったインナーダウンが出ていますが、僕がいろんなものを比較検討した上で間違いないのは体温かなと思うので、ぜひ皆さんにもですね実店舗に行って見ていただければなというふうに思っています。まあ、最初はなかなか目が馴染まないなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合はまずは試着をすることが大事ですね。そして無理して今年買わなくてもいいです。最初はですね試してみることが大事で、一回試着をしてみると街でいろんな方がインナーダウンを着てるのに少しずつですね気づきやすくなるかなと思うんですね。そうすると徐々にですね自分の感覚というのが慣れてきて、来年ですとか再来年にはこのようなインナーダウンが使えるようになるかなと思うので、ぜひ皆さんにはですねユニクロでも構いませんし無印良品でも構いません、このようなインナーダウンというものを試着をしてみる、ここから始めてもらうと良いのかなというふうに思っています。一応ですねこちらの動画の詳細欄に体温と無印良品とユニクロのインナーダウンのですねリンクも貼っておきたいなと思います。ぜひ皆さんそちらを見ながらですねどのダウンが気に入ったのかコメント欄に書き込んでもらえたら嬉しいです。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。